松永さん、はいはい、今日のゲストさんはですね、はい、松永さんと共通点があるみたいなんです、はい、共通点なんだろう、はい、ヒップホップアーティストらしいです。ヒップホップアーティスト、はい、いや俺来てほしかったんですよ、ヒップホップアーティスト。やっとそう、 MC がヒップホップアーティストなのに、うん、全然自分の畑の人間来ねえなと思ってました。来ました、やったね。しかも、はい、ラジオ好きらしいです。ラジオ好きのヒップホップアーティスト、え、来んのアルシテじゃないの？アルシテ、それアルシテでしょ、ヒップホップアーティストのラジオ。そうかもしれない。いやいや、そんなことない。違う。はい、なんで、はい、もうあらゆる面で先輩の松永さん。先輩なのかな。はい。アドバイスしてあげてください。いやいや、してあげてください。おこがましいでございます。いやいや、もう楽しみです。楽しみですね。じゃあ早速、はい、行っちゃいましょうか。はい。参ります。はい。カンナナフィーバーズ。ネオ。On Kan Nana Fever's Neo, we go out to discover and introduce you to the next big thing in Japan's music scene. Yeah, 好きだったとか。次の時代を切り開く新しい音楽。さあ、時代が変わる瞬間を見届けよう。ようこそカンナナフィーバーズネオへ、モンジュのちえさんです。よろしくお願いします。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 まーちゃんさんは、はい、実は松永さんと初めましてではないというふうに聞いた、はい、あ、実は、はい、一緒に写真を撮ったこともあります。なんてことだ。、はい、最低。マジっすか。だいぶ変わりましたけど、え、そあのブスニューヨーク行きたい族っていうグループと、はい、クリーピーナッツさんとチェルミコさんとかで、はい、あのライブをしたことがあって、これはあれですか、ループですか。ループです。うわー、思い出した、思い出した。本当ですか。二度目まして。二度目まして。あ、ごめんなさい、よろしくはい、よろしくお願いします。運転してるの弟なんです。ああ、そうなんですね。私弟。去年なんすね、活動。あ、そう、最近だ。おしゃれな。好きだったとか愛してたとか、はい、そんなわけでモンジュのちえさん、はい、この3人で組まれたの2018年から。それまでは、うん、2人がもともと弟の KTY って名前で活動してて、うん、あ、そうなんですね。あ、そうです。まず2人が活動してる。そうなんですよ。そうなんですか。2人が下北沢のサイファーで出会って、うん、下北沢にサイファーがあるんですね。主催してる。主催してるんですか。そうなんですね。あんまりヒップホップの街っていう印象がないじゃないですか。そうですね。うん、それいつ頃から。3、4年前くらい。へえ。僕がラップ始めた頃にそうサイファーを作って。へえ。じゃあお二人はそこでもう出会ってて、そこで仲良くなって、そこで二人でやろうかって、はいはいはい、で、まーちゃん、私がとったのやってる、うん、イベントにたまたまカルロス・まーちゃんソロで出て、で、なんか私がトラックを作ってるので、はい、なんか一曲提供しますみたいな話から、はい、弟の KTY& カルロス・まーちゃんで私がサビ歌う形でフィーチャリングの場を重ねてって、じゃあ3人でやるかみたいな。なるほど。それまでは3人別々で、KTY は演劇やってて、演劇やってて、で弾き語り、バンドやってて、バンドをやってて、もう元々ラッパーってわけではないんですよ。3人とも違う畑。あ、そうなんですね。すごい。それぞれ異なる活動をし、ラップ未経験だったモンジュの知恵。2018年に発表されたファーストシングル「ヘイズモーニング」ができたのには特別な背景があったそうです。3人で初めて、まあ、ヒップホップをちょっとまあ体感した方がいいかなみたいな、まあ、グループのヒップホップを体感しようと思って、はい、あ、そっか、もうそれから。そこからいいですね。あのシミラボっていうサミット の、 あ、はい、あのグループがやってるブリンゴっていうイベントが町田フレイバーでずっとやってるのを行こうと思って。へ、3人で行ったの。3人で、はい、はい、で行ったら、はい、あのノンキーさんっていう MC のノンキーさんが MC で、ようこそみたいな。
全員を、ね、迎え入れて、あったかく迎えてくれて、のんきさん優しいですもんね。めちゃくちゃ優しいんですよ。でのんきさんが朝までずっとオーライオーライって言ってるのとかがすごい耳に染みついた状態で、はい、ヘトヘトになって朝帰ってきた体験を曲にしようみたいな、はい、その足で、その足でいいですね。でたまたま私がもともと送ってたトラックだったんで、はい、じゃあこれをって言って、それで出てきた曲があって、うん、そっから始まった。すごい、もう3人で経験したことをそのまま3人で音楽で、あっちいいですね。おかげさまで。ミュージックステージのキャデラックは赤く光る。ダンサーが2人、動物から植物、あらゆる存在にカラフルに変わる。そのうち1人はインドネシアとのハーフ、一緒に踊るまるで真夜中のプール。そんなもんじのちえさんですが、ここからは3人がそれぞれどういったキャラなのか、はい、事前にアンケートを取ったのを皆さんに見ていきたいと思います。というわけで今回はよりパーソナルな部分を深掘りするべく、自分以外のメンバーについてどう思っているのかアンケートを取ってみました。それぞれどのような印象を持っているのでしょうか。まず KTY さんについて、もんじのちえの何担当か、絶対に遅刻しないきっちり担当、賑やかし担当、なんかしっかりしてて、そうですね、ムードメーカーというか、しっかりしてて賑やかし担当が完璧じゃないですか。完璧ね。なんかこうしっかりしてて、なんかその空気を張り詰めるとかじゃないわけですよね。うん、確かに。てか僕がしっかりしてるっていうよりは、やっぱ2人がしっかりしてないな。しっかりしてないっていう方が。なるほどね。しっかりしてないかなというか。で好きなもの。ああ二方一緒ですね。映画ね。映画好きで。映画そうですね。あ、そうなんです。彼は映画好きが高じて、うん、映画について語るラジオをずっとやってるんですよ。うん、そうなんですか。ポッドキャスト、うん、あ、ポッドキャストでやってらっしゃるんですか。今週 1,2 ぐらいのペース。週 1,2 結構な頻度でやってる。松永さん教えてもらってくださいよ。松永さん全然映画を見たことないっていうのこの間話してます。最近バックトゥーザフューチャー見ました。あ、やばいですね。あれは面白い。直してほしいところ、みんなどこどこだからな、多分ないと思われます。特にです。特になしないね。お、本当に、あ、うん、ない、うん、この活動においてではない。ではない。わからないよ。今ね、多分それこそツアーとかやって、うん、1週間同じ生活になってきたら、そうそう、前札幌行った時、まあ、3日ぐらいね、一緒だった。その時もやっぱり、はい、風呂出た後髪か乾かさないんですよ。あ、もうほんとそれ。髪乾かさないんですか。喧嘩になる、喧嘩になる。俺がそれを許せないんですよ。髪乾かさない。僕ドライヤー使わないんですよ。割と湿った感じでベッドのシーツにこう、あ、マジでドライヤー当てずに髪乾かさない。でも すぐ横になるってことですか。もうなんかもうそれは確かにもうありえない。ありえない。それ確かに。これちょっと聞いただけで出てくるってことはありますね。あるな。これはあるな。あるじゃないですか。やっぱ公園でこう空見てたら、あ、どんなタイミングある。そんな